はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。正和様、郁夫様、久美子様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金と河野太郎裁判費用に充てたいと思います。日本クルド文化協会が声明、日本人死って言ってません、精神科に行けって言ったんですだって、そんなこと言っておりました。世論です。動画ではっきりと言ってるやん。いや、ばっきり言ってるやん。はっきり言ってるが、でもそれだってヘイトスピーチですよね。まあ、精神科行けっていうのがね、ヘイトスピーチだね。大した変わらねえ。嘘つきは日本ではとんでもなく嫌われるぞ。さすがにこの言い訳には無理がある。クルド人の日本人死ねという主張を歪曲して伝えるなよ。むしろそっちの方がヘイト強くなってね。などと意味不明な供述。中国、韓国でこれわめいたら即刻逮捕だろう。動画見れば一発でわかる嘘を平気で言えるのがクルド人団体ってことになるだろう。そこは一部が暴走して申し訳ありませんだろう。佐川浦安支部長がですね、言ったとされる張本人のワッカスってやつに伝達してました。行動力あんな。蕨市のカウンターでもで日本人船を連呼していたクルド人なワッカスは東京外語大の講師で十条駅前のクルド料理店メソポタミアオーナーでもあるそうです。まず大学に問い合わせたところ意見苦情を集計中だそうです。ちなみに今年は登壇予定がないそうです。暇だなぁ暇だなぁお前。外語大講師って名乗れんの？それで年に一回も登壇予定がない。レストランに電話したら本人と話ができました。終始その場にはいたが言ってないでした。意外だったのは穏やかな口調で冷静に話していました。この男は油断できないと思いました。だそうであります。実はですね、佐川浦安支部長、今日夕方5時から川口駅周辺、調査に、行きたいと思います。一緒に行ってくれる方なんてツイートしたことがありまして、したらね、うちの方に電話かかってきまして、40ぐらいの男なんですけど、来ねえでくれ、来させねえでくれって、うちに電話してきて、だって、浦安支部長、佐川さんに命令できませんよな、個人の行動をさ、いうような、ぐず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 言ってんですよ。芝北行来たら、こっちが名誉だから、みたいなことを、40男、日本人、が言うんですけど、なーにや、このワッカスってやつ、芝北隊と一緒になって、ギャーギャーわめしさじゃん、仲間じゃん、あとね、佐川さんと話したいって言うんですよ。なんかね、ハッピーケバブとかいう店に来てちょうだいみたいなこと言って、これ話せばわかるって、話して丸め込もうとしてんだか、それとも押そう、力ずくで、なあ危なくて、佐川さん、そんなとこ行かせらんねえ、ってこれも断ってですね、ぐず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 、とにかくクルドの人らはいい人で、みたいなことを言うんですよ。言うんですよ。だから騙されてる日本人もいるんだなぁ。もしくはですね、クルド人から仕事もらってるとかで、なんか得でもあんのかな、こいつはな、思ったんですけれども、芝木隊が来て迷惑だって言ってたら、芝木隊に連絡して、おめえら来んねって言えばいいじゃん。おかしいじゃん、こっちに言ってくんのは。それと私、佐川さんに個人の行動なんて、命令できませんからね、行くななんてね。ね、もうですね、精神科に行け、もう、ヘイトスピーチであることは全く違いなしですよね。気違い呼ばわりしてながら、むしろこっちの方が悪いまでありますね。音声解析した方がいてですね、きっちり死ねって言ってました。言ってました。ツイッターに、で発表になっております。精神病院っていうトレンド入りしてまして、それで音声解析、そうは言ってない。言ったものを言ってない。都合悪くなったら言い逃れして嘘つけっていうのがあったの教えなのか、それともこのワッカスが卑怯なだけなのか、そこはね、一部の暴言、申し訳ありませんでしただろうね。この声明出したことで、嘘つくな。なんでそんな嘘つくの？余計援助してて、ざまあみろであります。日本人そういうの一番嫌いですからね。強制する気ねえから、何年住んでても、その辺罹患できねえんだよね。日本人死ねって、強制を拒否してんだから、我々もね、配慮どころか、容赦しなくていいよね。
もう何回やったらバンバン捕まえて、昨日ですね、都内なんですけど、信号待ち中アクセルを無駄にボンボン吹かして、うるせえうるせえランボルギーニ追ってですね、中に中東系の男2人乗ってました。日本人への威嚇のつもりなんだが、とにかく生意気ですよね。まあ解体屋でフェラーリ乗ってるやつもいるけれども、まあ中東系、まあオイルマネーのどっかの王子かもしんないんですけど、うるせえんだよ、無駄にアクセル吹かしやがってよ、いう話であります。税金や保険料を払わない永住者の資格取り消し続報を、入管実習制度から育成修了制度に切り替えで永住者が激増しそうだから変えます。故意に滞納っていうのが追加、故意にが追加、1年以下の懲役刑になった場合も永住資格剥奪だそうであります。こりゃいいなって思いましたけれども、世論です。故意にってどうやって判断するの。故意にじゃなくてもそう知るよ。犯罪イコール即送還でいいのに。さあ、これに反対する政党出てくるかな。まあ共産、立憲、令和、社民は反対しますよね、当然。外国人の味方だもん、あいつら。日本人、有権者って日本人じゃねえのかって、立憲と共産のバカどもは、なんで日本人のための政治しねえんな。だから落ち目なんですよ。もっと早くそうするべきだった。これでも全然大甘、きっちり送還までやれよ。掲示板が発表してました。多分外国人なんですけど、永住者が激増しと、実習制度から育成制度はやっぱ解約だったみたいですね。自民党は減る日本人の代わりとして安易に外国人増やそうとしてる移民党ですからね。故意に困窮して払えない場合はどうすんだ。今までみたいに生活保護やっちゃうんか。故意にじゃなければ永住資格取り消さない、永住資格がある外国人が困ってたら生活保護やるっていうのが今までじゃん。この単語入っただけで外国人生活保護の廃止が遠のきましたね。がっかりです、がっかり。入管法にですね、生活基盤がない外国人は入国できないってあるんだから、故意にじゃなくても稼げねえぐだったら送還しろって話ですね。生活保護なんかやってねえで。1年以下の懲役、今までは懲役7年以上の重罪で永住資格取り消しもあったんですけど、めったになかったんですね。特に戦争難民扱いの特別永住者は数人送還されただけと記憶しております。1年以下の懲役刑って実刑が執行猶予ついたら取り消しなしなのが永住資格。この辺が不明ですけれども、7年だった今よりも格段に厳しくなったのはもん間違いないですね。送還まできっちりやる。そうだそうだ、これ以上不法滞在者増やすな。25万人だけで、潜伏してるんで腹いっぱいだって話ですね。杉田水脈議員、教育直後には何一つおかしなことは書かれていません。児童虐待や DV、いじめをなくすためには、教育直後、家庭や学校教育でしっかり教えることが一番の近道だと思います。そのためにも、学校の先生にこそ知ってほしい内容です。共同通信。いやー、杉田水脈が教育直後を褒めている。共謀通信は、杉田さん見張ってんすかね。ストーカーお疲れ様です。いち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 噛みつきやがってさ、共謀通信ね。世論です。何一つおかしくないですよ。どの国でも教えてる当然の内容。おかしいのは日本の戦後教育だ。戦前のものを何でも否定するのはどうかと思うよ。共謀通信は何が言いたいの。共謀通信、お前が一番おかしいと。現代直後、教育直後、現代語訳なんですけど、親孝行しましょう、兄弟姉妹をなくしましょう、いつまでも夫婦仲良く、友を信じよう、広くすべての人に手を差し伸べよう、勉学に励もう、教養を身につけよう、人格の向上に努めよう、社会のためになろう、法や規則を守ろう、勇気を持って、国に尽くそう。これが気に入らない、共謀通信はですね、つまり親孝行するな、兄弟姉妹仲良くするな、夫婦倹約、友を信用するな、広く人に手を差し伸べるな、勉学に励むな、教養を身につけるな、人格向上に励むな、社会のためになるな、法や規則を守るな、国に尽くすなって言いたいわけなんですかね。こっちの方推奨してるのがお前らは。共謀通信は、これらが実現した国が近所に複数ありますね。嘘つきばっかり。この世の地獄っていう国が複
数ありますよね、近所にね。それらの国がですね、共没時の祖国なのかなと。で、日本も祖国のようにしたくて、文句言ったれてるんですかね。共没時はいい加減、杉田さんの巣とかやめろ。あと、直後ですかね、直後。これ、明治天皇のお言葉で、直は直でないと取り消せないんですからね。ですから、今でも日本人に、影響を与えている、みことのりですからね。これ守んねえのは朝敵だから、共謀通信は朝敵です。直は今でも守られるべき。あとは五箇条の御誓文とかもね、直で取り消せれてない限り効力を持ちます。万機公論に決すべしなんていうのも、でね、国会サボって議論に参加しようとしない野党は朝敵なんだわ。万機公論に決すべしに逆らってから朝敵なんですよね。共謀通信、国連パレスチナ難民救済事業機関、アンルアで読むんだって。ラザリニ事務局長が金が欲しいって言ってる。アンルアのスタッフがイスラエル奇襲攻撃に関与した疑惑を受け、日米欧など10カ国以上が資金拠出の一時停止を発表した。ラザリニ氏は疑惑を非常に深刻に受け止めているとし、金ちょうだいっつってる。世論です。疑惑ではあるまい。日本はテロ支援国家じゃないんで、ポッケないないできないから非常に深刻と。ウンルは本部の地下にハマスの秘密基地があるんだろう。最高とかふざけんの。ハマスに流れてテロの資金になるんだろう。テロ支援政党の令和にお願いすればいいよ。100万円寄付してましたね、令和ね。ハマスに。ハマスにじゃねえ。ウンルはに。共謀通信はテロ支援メディアってことでいいですね、これね。日本だけじゃなくてですね、15カ国が、資金拠出停止ってのは、それには確たる根拠があっからこういうことになってるんでしょう。それを最高ってずずしすぎだわね。証拠捕まってんのに疑惑とか言っちゃったで笑います。ここの職員自らですね、イスラエルを襲撃しイスラエル人を殺害してまったテロ組織そのものなの。ウンルワがテロ組織なんだよ、イコールハマスなんだよ。共謀通信はがっかりだろうが、日本はテロ支援国家じゃねえんだわって話。その他のニュース、原発再稼働賛成 55%、 反対 35% でパヨ発狂。朝日新聞の調査でさえこれであります。静かに確実にメディアに洗脳された放射能が減ってていい傾向ですね。メディアは嘘つきと一度知った人は二度と騙されてる側には戻りませんからね。こういうのは不可逆的って言うんだろうな。自称ジャーナリスト、実は何やってるか分かんない、柴木対安田光一、取材の現場で人権という言葉が敬遠されたり怖がられたり、時にはからかいの対象にされていると感じる。あんたらが何でもかんでも人権だの差別でごまかそうたがろうとしたから自業自得でね。実はこいつと話したことあります。自衛隊なくせば戦争にならないって、なんだその警察署なくせば犯罪はなくなる、消防署をなくせば火事はなくなるみたいな理屈はって言ったら黙ってました。あははは、陰気、顔も悪い、こいつモテないなって思いました。柴木隊の安田は朝日新聞の記事になれていいね、読むのはまあそういう人らだけで今更社会に影響ないですけどね。日本より多額の少子化対策を実施しているフィンランドの出生数、出生数が 1.26 人になり、何をやっても無駄なんではということになってしまう。先進国軒並み少子化ですけど、これは男女共同参画やってるせいですね。ズバリ言っちゃいますけど、男女共同参画が税金にたがり放題の美味しいんで、誰もこの真実を、事実を指摘しないだけ。女性が家庭で考えてもらわないと子供増えるわけねえだろ。誰が考えてもわかるだろ。子供増やしてんったら女性は社会で輝けて教養すんなって話ですね。先進国で唯一少子化でないのはイスラエル。出生数、出生数 2.9 人。出生数が正しいって言うんですけど、出生数もあながち間違ってない、って話であります。ここは周辺国が敵だらけで、いつハマスのようなテロ組織に恐れるか分かんない過酷なところだから、自分の分身である子供を作ろうと思うんでしょうかね。もしかしたらですね、日本人もですね、まあ、災害やら、なんか強行やらで、生きることに精一杯になったらば、ガンガン子供増えたりして。だって段階世代やたら多い、戦後焼け野原だっ
ったけど励んだ結果でしょう。兵隊さんが戻ってきて、だから生きるか死ぬかだと、子供作りたい欲求、増えんないのかな、ユニバース25楽園実験のネズミは25回絶滅したしね、至れり尽くせりの状態を置くと絶滅するっていう、フジテレビ番組で出した地図のフリップで浜松駅が静岡駅の隣に表示されており、位置がめちゃくちゃと話題になっておりました。実際にはですね、77キロ離れて、おってですね、全然隣じゃねえんだって、フジテレビには日本人のスタッフがいなくなったでしょうね、でしょうね、そのうち入管はサトシヨシレとか、国葬ウエメロとか、やっちゃうかもしんないな、フジテレビな。というわけで、河野太郎に訴えられております。拡散してください。テレビと新聞全然報道しません、こんな面白いネタのに。まあ、中京の犬仲間ですからね。なんつって犬言って言うと、この動画でまた訴えられちゃうかも、追い訴訟っていうんですか、訴えられちゃうかもしんないですけど、まあまあ、あとチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。